こんにちは、宮沢優です。今日はですね、子供たちが手遊びをしないマル秘テクニックっていう、そんなね、ハウツー動画をお伝えしたいと思いますけれども、昨日の動画でね、ハウツーばかり身につけててもしょうがないよなんて、撮影を配信したその翌日には、ゴリゴリのハウツー動画を配信していくというね、そんな宮沢優教育研究所ですけれども、今日はね、ハウツー、たくさん持っててもいいんでね、内側がしっかりしてればね、ハウツーもたくさん持っててもいいと思いますんで、今日はハウツーの動画をお伝えしたいと思います。子供たちが授業中に手遊びすることってあるじゃないですか。まあ、退屈だったりとかね、集中できなかったり、あと分からなかったりとかですね、何らかの形で学習に集中ができていなかった時に手遊びというね、そういう現象として子どもたちが、起きるわけですけれども、この手遊びをしている時にですね、学校の先生がやりがちなのは、誰々さん前を見なさい、きちんと黒板の方を見なさいっていうような声かけをしてしまうわけですね。この声かけっていうのは合ってるし間違ってる、というのは場合によっては合ってるし、場合によってはそんな声かけをしてしまってはいけないということですね。で、多くの先生がこの場合分けができない状態で一緒くたに、誰々さん黒板の方を見なさいっていう声をかけてしまうわけですね。で、子どもたちは結局どうなっていくかというと、むしろ集中力は上がらずにですね、嫌な気持ちになって学習への意欲がどんどんそがれ、最終的には学校に行きたくない、授業面白くない、で、それが学校評価アンケートの中に、反映されていくわけですね。あれ、誰々さん、黒板ね、きちんと見て授業も集中してたと思ったけれども、授業が楽しいですか、分かりますかっていうところ、全然面白くないっていうところに、回答がね、記述してあったりするわけですよね。そんなことがあるわけです。で、今日は子どもたちに対してこの前を見なさいっていう指導が適切じゃない場面、適切な場面を具体的にお示ししてですね、じゃあ担任としてどういうところに気をつけていったらいいのかっていう、その見るべきポイント、さらにですね、ここが小技なんですけれども、担任としてどのような声かけ関わりをしていくことが子どもたちのね、やる気をそぐことなく意欲的に学習に取り組む、集中を維持できるのかっていうお話をさせていただきたいと思ってます。すべて宮沢優衣の実践に基づくお話です。何かこう本からね持ってきたとかそういうことではなくて、すべて宮沢優衣の経験談になりますので、よろしくお願いします。まずなんですけれども、担任の先生がですね、黒板の方を見なさいっていう姿勢をちゃんとね整えて、黒板の方を見なさいよっていうこの指示を言っていい時と言っちゃいけない場合があってですね、僕はどこでラインをねこう明確に引いていたかというと、静かにしなさいとか、その前を見なさいって言ってもいい時っていうのは、誰かに迷惑をかける時と、それが絶対に必要な情報の時ですね。例えば友達が発表をしていて、それを相手がしっかりね発表しようとしているのに、全然違う方を向いたりとかですね、手遊びをしているっていうのは、相手を大切にしていないという、思いっきりその象徴的な行動じゃないですか。これっていうのは、このクラス目標、学級目標に4月5月6月作った学級目標として、それって違うんじゃないのっていう、やっぱり問いかけはしますね。誰かを傷つける場合、大切にしていないんじゃないのっていう場合には、そちらの方を向きなさいとか、黒板に立ってる人の方を向きなさいとかっていうように必ず言うようにはしていました。またもう一個、必ず必要な情報を誰かが発信している場合ですね、それは担任でもあるし、学年主任でもあるし、他の子どもでもあるんですけども、じゃあ例えばこれから修学旅行があります、それに伴ってオリエンテーション、大切な情報共有のお話をしますっていう時に、それはね、別に面白いとか面白くないとかじゃなくて、必要な情報なわけですね。この必要な情報をきちんとキャッチしていないと、自分自身が困るし、また班員や友達たちに迷惑がかかるっていう、こういう状況にうまく集中できていない時っていうのは、きちんとお話聞きましょうねっていうふうに言うわけですね。この2種類に関しては、僕はもう問答無用で、言い訳無用ですね。きちんと発表をしている人、情報提供している人の方を向いて、しっかりと耳を傾けていきましょうっていうような指導をしていました。じゃあ、このしっかり前を見なさい、その人の方を見なさいとは言ってはいけない場面というのはいつなのかっていうと、それは僕自身の時ですね。担任が何かこう教材を紹介する時とかにですね、こうキュッとこう意識を引きつけたい時ですね、往々にしてこう導入ですね、授業の導入の時がそんな状況かなと思うんですけれども、授業の導入でね、子どもたちが喜んでくれるかなと思って、一生懸命ね考えたり準備をしたりして、こう教材持ってきたりするわけですよ。ところがそれね、たまに空振りするわけですよね。全然子どもたち食いついてくれなかったっていうね、死んだ目をしてるわけですね。その時にも手遊びしちゃって、っていうことも
多々ありました昔ね。でそんな時に子供じゃない担任の気持ちとしてはどういう気持ちになるかっていうと悲しいんですよ。で悲しい気持ちがやがてイライラになって怒りに変わってくるわけですね。俺はこんなに準備したのにどうしてしっかり見てくれないんだよっていうそういう気持ちになるわけですね。でついつい言ってしまいます、こういうふうに言うわけですね。誰々さん今先生が喋ってるんですちゃんと見てくださいっていうわけですね。これはもう完全に敗北宣言に等しいわけですけど、これは良くないですね。これは本当に良くないと思います。例えるならば、この YouTube の動画で僕が喋ってるんですよ。この喋ってる動画で、ちょっと今視聴者さん、今離脱しようとしてるでしょ。他の関連動画 見ようとしてるでしょ。ダメですよ。こんなに準備して喋ってるのが、ちゃんと見なさい。最後まで見なさい。絶対離脱なんかしちゃいけませんよって言ってるのと、同じですよ。これ、おかしくないですか？これ知らねえよって感じですね。その視聴者さんからしたらね。まあ担任にも当てはまる行動で、子供たちの意識をクッと引きつけたい時に頑張って準備してきたものを見ていなかった時に、子供たちが首したり手遊びしてる時っていうのは、これは担任として注意はすべきではないですよ。これは担任の力不足。あるいは児童理解、生徒理解が低かったっていうことですね。深まっていなかったっていうことなんで、ここはまあベクトルを子どもたちに向けるんじゃなくって自分自身に向けていこうっていうことです。で今日は子どもたちの集中力を維持していくっていうのにどの部分のお話をしていくかっていうと、担任の教材提供が良くなかったっていうそういう時じゃなくって、できちんと、子供がね発表して、例えば教科書の何ページ見てくださいっていう時に見てなかったとか、担任がねじゃ あのみんな音読してて教科書のページ見ててね、じゃあ142ページこうペラペラってこうね見ようとしてる時に全然見てなくて手遊びしてたとか、いわゆるね、授業中の中で、黒板前の方を見なきゃいけない、見るべき時にですね、見ていなかったっていう状況で、子どもたちにどのように集中力を維持していくのかっていうお話を、かなりポイント狭めてね、お話をさせていただきたいと思ってます。まず一つ目なんですけれども、目次としてはですね、どうだろう、ちょっとごめんなさい、どういう目次にするかわかんないんですけれども、担任が見るべきポイント。担任が見るべきポイントをお話ししたいと思います。具体的にはですね、子どもが先ほどお伝えしたようにですね、教科書のじゃあ何ページ見てくださいって言った場合ですね、で今ちょっと教科書準備しましたけれども、子どもが発表してね、じゃあ例えばこれ国語ですけど、じゃあ社会科だったとして資料集なんかを見てですね、子どもたちでこう全体交流で一つのこう事実真実にたどり着こうとしてね、全体で交流してるシーンがあるじゃないですか。練り上げですね、練り上げ。そういう時に子どもが子どもに対してちょっと105ページ見てくださいとかっていう瞬間あるじゃないですか。この瞬間ですね、この瞬間の子どもの反応速度をよく見るわけですね。105ページ見てくださいって言った瞬間にパーッと105ページを開く子どもが誰なのか、開かない子どもが誰なのかっていうのを担任としてはしっかり見ているってことですね。つまりこれでまず集中力が維持できている子どもと維持できてない子どもを自分の中で判別してるわけですね。子どもが105ページ開いてくださいって言った時にたまにね、同じ子供と同じタイムで105ページちょっと待ってやってる先生がいるんだけど、これ何を見てるんですかって話です。そうじゃない、先生が見るべきページじゃなくてですね、子供たちが見るべきこの105ページをちゃんと誰が見ていて誰が見ていないのかっていうのを把握しながら、担任は当然105ページをこう探して見ていくっていうことになるわけですね。つまり担任の先生はまず集中力を維持させるためにはですね、集中力を維持してる子と維持してない子が判別できるようにきちっと子供たちの方を見ていきましょう。その判別一番使えるのは資料何々見てくださいって言った時の反応速度です。この反応速度をよく見ておきましょう。またですね、こういう時もいいです。国語の授業中に音読していますね、あるいはラジカセなんかで、例えばゴンギツネとかね、大蔵じいさんとガンとかこう読んでる時に、CD をね使ってこう流してる瞬間あるじゃないですか。この時にページめくれますよね。次のね、そのナレーターっていうか、その読み手がねずっと読んでいってページをめくる、次のページ行くじゃないですか。この次のページ行った瞬間にちゃんと文章を目で追って目読ができているのであれば、このページをめくるタイミングって全員一緒になるわけですね。ところが子供の中にはですね、もう別の世界に、ね、頭がいっちゃってて、なかなか集中できてない子供っていうのは、このめくるタイミングがみんなとずれるわけですよ。どうずれるかっていうと、みんながめくるから一緒にペラペラペラってこういう音が鳴るわけですね。この鳴った音を聞いて、あ、ページめくったんだみたいな、
ワンテンポ遅れるわけですね。時間にしたら1秒から2秒遅れるわけです。この1秒から2秒の遅れが一体誰なのかっていうのをきちんと把握しておくわけですね。中にはですね、一緒に子供と一緒になってラジカセ音楽聴いてですね、音楽じゃない CD 聴いてですね、この CD 聴いて、ってこう物語に没頭してですね、子供と同じタイムで一緒に読んでるっていうね。学校の先生は教材を読み込んで理解を深めるために自分自身授業をしているわけじゃないわけですね。学校の先生っていうのは子供たちがその教材を理解して読み込んで理解を深めていって文学作品とかね、理解をどんどん打つ、その文学作品の魅力に触れるような、触れることができるような架け橋の存在なわけですね。その架け橋の存在がその物語に没頭しててどうするんですかっていう話ですね。没頭するような時間ではないっていうことですね。没頭させるための時間なので、そのために見ているべきはやっぱり子供、視線を送るべきは子供っていうことです。このようにですね、何か資料を見てくださいとか、資料を見ている最中の子供たちの動きによく目を配りましょう。もう僕はものすごい見ていましたね。こうやって見ながらこうチラ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 見ていました。で、子供が僕自身がチラチラ見ているっていうことを意識したら集中力阻害するじゃないですか。先生めっちゃ見てるみたいなね。だから立ち位置って大事なわけですね。子供の黒板みんなの前に立ってね、こうやってこう見てたらダメなわけですよ。若干子供たちから見えにくいような場所に、ちょっと席外してですね、で横の方から見ているっていうこともあったし、後ろから見ているっていうこともありました。ラジカセがここにあるからってラジカセのところでこうずっと立ってる必要はないわけですね。子どもたちの集中力をそがないような立ち位置、見方、視線の送り方、タイミングなんていうのがあるわけですね。その辺結構ね、いろいろ工夫の余地がありますので突き詰めていきましょう。立ち位置一つとっても、視線を送るタイミング一つとってもとっても大事になっていきます。じゃあね、ごめんなさい、補足なんですけれども、教科書の、ね、ページをめくるタイミングが遅かった子供がじゃあ全員集中していないのかって言ったらそうじゃなくてですね、中にはその場面とかその資料とかをもう深く考えて自分の中で意識がね、クワーッと別の世界に行ってるんじゃなくて、深みにドワーッとこう入り込めている子供が中にはいるわけですよね。これって僕は素晴らしいことだと思うんですよね。そんな時に、きちんとね、みんなが見てるページ見なさいっていうのは、むしろ学習に対する集中のむしろ阻害になってるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、その子供があっちの世界に行っちゃっててページが遅れてるのか、自分の中でね、理解をこう深めようとして思考をどんどん深めているページの遅れなのかっていうのは見たらわかると思いますよ。その表情とか見てたらね。なのでその時にはあえて注意しなくてですね、本来はまあみんなが見てる資料のところ、文章のところ見てほしいんだけれども、あえてそこはちょっとスルーしてあげて、学習の楽しみ、喜びにちょっと触れてる瞬間じゃないですか、その教材のね。なんかあえてそういう時はちょっとスルーしたりっていうこともあったりします。さあ、それではですね、具体的に子どもたちにですね、この集中が維持できなかった時にどのような言葉がけをしていくかっていうことなんですけれども、誰々さん前向きなさい、ちゃんと資料見なさいなんていうふうには言ってはいけませんね。なぜならつまらないからです。つまらないから資料から目をそらしている、先生の話から目をそらしている、子供の友達から資料から目をそらしているっていうことになるわけですね。で、つまらない理由っていうのは、単純に教材に魅力がない場合と、その教材の魅力に到達できていない場合があるわけですね。で、この架け橋にやっぱり担任はなってあげなきゃいけないわけです。で、その架け橋になってあげなきゃいけない存在である担任がですね、強制的に首根っこを捕まえてきて、はい、この魅力を味わいなさいっていうのは、非常にこれ乱暴なやり方だし、子供たちからしたら非常にストレスになるわけですね。一番最初にお伝えした YouTube の動画から離脱してはいけませんよって言ってるのと同じ状況なわけですからね。だからこの時に魅力に到達させてあげるにはどうしたいのかっていう一つのテクニックで、これが全てどんな子供にも、どんな場面にも、どんな教科教材にも当てはまるということではないですけれども、たまにですよ、僕がやっていた小技一つだけ紹介したいと思います。こんな感じですよ。子供がですね、じゃあ例えば105ページ見てくださいって言ってました。多くの子供は見ています。ところがね、1人2人見ていない子供がいます。その時にですね、子供が105ページ見てつらつら発表します。この資料を見るとこんなことが分かりましたなんて言ったら、子供たちも、あ、本当だ、すごい、そんなこと気づかなかったとかね、チラ
ちはつぶやいていますよ。ところがその集中できてない子どもたちの一人二人はもう上の空でですね、手遊びしたり消しゴムいじったりこう練り消し作ったりとかですね、やってるわけですね。まあ、困るわけじゃないですか。でこれはやっぱり子どもが発表一生懸命してるのでバッチリ見なさいっていう指導もねお伝えしたようにしていいんですけれども、できるだけその空気壊したくないわけですね。だって30人いたらほとんどの子どもは楽しくやってるわけですよ。その子どもたちのその頑張り、喜びを犠牲にしてまで厳しくね注意してその空気壊すっていうのは非常にナンセンス、もったいないので、僕はどうしていたかっていうとこんな風にしていました。え？どこ？どこどこ？ちょっと分かんないんだけど、みんな資料の場所分かった？え先生分かった？どこ？全然分かんないんだけどって言ったら、子供たちがわーっと来てね、ここだよここ、本当だ、え、この写真の、え、この図の右下の今ここのこと言ってんの、よく気がついた、すっごい、これは気がつかなかったな、面白いわ、みんな分かったな、これすごいな、って言ったら、おすごいすごい面白い、先生こっちにも同じだろとかってね、ほとんど話が盛り上がってわーってこう炎がね広がっていくわけですね、授業のね。でそんな大きい声で先生がものすごく興味を持ってこう、うわーっていうのを見てるとですね、さっきまで手遊びしてた子供もですね、え、何があったの、え、何、え、105ページ何ってなんか面白いことあるの、何ってどこと教えてみたいな感じでね、気づけば学習にのめり込んでるっていうことがあるんです。つまり子供たちを強制的にグッとねこっち向かせるんじゃなくって、その人の方向かせるんじゃなくって、時にはですね担任の先生がめちゃめちゃ好奇心を持って興味を持ってですね、その子供がやってることについて誰よりも食いついてやるっていうことですね。食いついて、うおーなんじゃこりゃー、すごいな、よく気づいたな、面白いっていうのをこう自分でこうあらわにしてあげることによって、子供たちをグーッと引きずり込んでいくっていうことですね。空気壊れないし、さっきまで集中できてなかった子どもたちも集中ができて興味を持つようになりますしね、こんなテクニックも一つっていうことです。何もね叱るばかりが全てではありません。で時にはですね、こういう方法をやってもですね、なかなかこう集中ができないっていう子どもたちがいたりします。これ万能じゃありませんからね。その時にはじゃあどうしようかな次はっていう形で、これが仮説検証っていうことですね。ずっとずっと繰り返していくっていうことですね。もう一つのやり方で全ての子どもたちが興味を持つ、関心が高まるなんていうね、そんなことはありませんから、仮説検証は一生終わらない、ずっと終わらない、学校の教員やってる上ではもうずっと終わらない作業なんだと思います。さあ最後なんですけれども、ちょっと宣伝させてください、ごめんなさい。明日10月31日に、嫌われている子がいる時の学級経営というテーマでですねウェビナーを行います。でこのウェビナーを行うにあたってですね、一つ参加者には一つプレゼントをしたいと思います。僕がですね、実は先日、ある重大なテーマでですね動画を撮ったんですよ。動画を撮って、そのテーマ何かっていうとですね、後出しじゃんけんする先生は、まあ、めちゃめちゃ嫌われるよっていう、そういう動画を撮りました。で超具体的な話です。実際に学級崩壊をしてしまった子どもたちの口から出てきた言葉、なんで崩壊したんだっていうところ、ここがマジで嫌だったんだっていう、そのお話をまあ、具体的にね、紹介したいと思います。で自分自身が失敗した図工の、まあ、木工のね、教材をやっている時に、まあ、失敗したっていうね、そういうお話を2つ例に挙げて、後出しじゃんけんする先生は子どもたちから嫌われるよ。でこの動画をですね、ウェビナー参加していただいた方にですね、1つだけ宿題出しますんで、その宿題きちんとやってくれた人には、まあ、この動画ね限定公開できちんと配信しようかなと思ってます。でこの動画っていうのは本当はですね、この普通に無料公開でね、パッとやるために撮ってたんですよ。電車のね、駅のね、ホームで撮ってたんですよ。無人駅のね、すごい気持ちのいい天気の日に、最高な気分だったんで撮ったんだけれども、いざ編集しようとしたら、ノイズが入っちゃってて、マイクとカメラのね、端子がちょっとうまく接触が悪くって、ピーってね、ノイズが入ってて、うわ、これ最悪だと思って、まあ、それでも編集してみるかと思ってね、編集したんですけれども、やっぱりちょっと聞くに耐えなかったんで、ボツにしたんですよね。でも、ボツにしたんだけれども、話の内容は、もう、ものすごくいい内容を話すことができたと思ってるんですよ、自分の中でね。どうももったいなくてですね、どうもこれをこう、日の目を当たる前にですね、削除しちゃうのがどうももったいない、なんとかこの動画を生かす場所がないかなというふうにね、ずっと思ってて、そうか、じゃあウェビナーで参加してくださった方に、ちょっとまあ、おまけのプレゼントとして、ちょっとノイズがね、なんかジジ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 とかなってて、本当申し訳ないんだけれども、
まあまあまあ捨てちゃうよりはいいかなというふうに思いました。後出しじゃんけん嫌われちゃうよ、そんな先生にならないでねっていう動画のプレゼントいたしますので、よければ明日のウェビナー、10月31日のウェビナーにご参加いただけたらなというふうに思っております。お待ちしております。それでは今日はこの辺で終わります。さよなら、また明日。これは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語。一人ぼっちのルビッチと突然町に現れたゴミから生まれたプペル。日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化。煙突町のプペル。